のしゃーどどーん嘘つくな、はい、はい、嘘です、のしゃは嘘です、はい、皆さんの憧れのバイクスペシャライズド S ワークスターマーク SL8、はい、お借りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いたしました。はい、はい、スペシャライズドターマーク SL8 といえばね、はい、皆さん憧れのバイクだと思うんですけども、ちょっと聞きますか、はい、これ白、白かっこいい。ちょうどさっきお借りしてきて、今はね、もうニヤニヤしてる。もうホックホクで帰った、ホックホクで来たからね。緊張と、なんかこのバイクを持っている緊張感ありながらこう持ってきたんですけど、はい、かっこいいですね。めっちゃかっこいい、やばい。かっこいいもん。マジでかっこいい。かっこいいです。やばい。なんか試乗車をね、俺黒でイメージしてたんで、こう白着た時、え、嘘や、なんか、え、そういう一面もあるのみたいな。これハンドルがもうかっこいい。ハンドルかっこいい。めちゃくちゃいい。うん、あとね、こう意外と丸み帯びてるんだね。そんな感じのね。そう、ちょっと意外ですね。でこのね、まあ、スペシャライズのターマック SL8 といえばですね、うん、スペシャライズが出している、はい、まあ、オールラウンドモデルのバイクなんですけれども、もともとね SL7、うん、あのベンジを追いやってしまった SL7、はい、まあ、今ねあの当たり前になっていますけど、まあ、軽量さとエアロの両立をしているバイク、うん、SL7 なんですけれども、ほぼね、うん、完璧であった SL7 を進化させたのがこの SL8 と。まあ、どこを進化させんだってね、僕 ね正直思ってた、うん、まあ、もう SL7 今乗らせていただいてますけど、もう完璧だったんですよね、僕の中で。もうこれ以上ないなっていうバイクだったんですけど、それをどう進化させたかすごい楽しみです。はい、ちなみにどこが変わったかって言いますと、まあ、よりエアロになって、まあ、より軽くなったと。なるほどね。言葉で言うとありがちなんですけども、すごい努力だと思う。もう完璧なところからさらに完璧にしていく、すごいことです。はい、でまあ、エアロに関してね、軽く説明しておきます。はい、いいですか、喋っていいですか。もうちょっと嫌だけど、はい、まあね、試乗だけ見たい方はね、こう飛ばしていただいて、ね、はい、ちょっと喋らせていただいて、聞いてくれるって方はぜひ聞いてください。はい、まずハンドルが進化しました。はいはい、今までね、こうステムとハンドルバー分かれてたんですけど、これがね、一体型のものに変わりました。はい、でこれに変わることによって、まずね、軽量化があって、まあ、50g軽くなって、310g、 420×100 の時に、310g だったそうですね。はい、軽いです。はい、でちなみにね、このやっぱりね、エアロにもなっていて、そのターマック SL7 のステムとハンドルバーの時と比べて、なんと 4W 軽減されるということで、まあ、4W ピンとこない方もいらっしゃると思うんですけど、例えばね、 250m のスプリントした時に 32cm 前に出る。数字全部記憶してるのキモいんだけど、すごくない？え？実際にこう見てみると感じるんですけど、シートポストのこの薄さ、めっちゃ薄いよね。ここもね、すごいですね。すごいね。あと噂になっていたこのノーズコーンっていうところですね。ここ新しいノーズコーン。横から見るとこうちょっとね、出っ張ってるんだよね。はい。こんな感じかと。なるほど。こういうのが空力を良くしてると。いいですね。まあ、他にもね、各種変わってるらしいんですけど、まあ、ざっくり言うとこのハンドルとかこのシートポストの下とか、まあ、いろんなところが変わって全体的にクリアくなっているということですね。はい、で軽さに関してなんですけども、うんうん、スペシャライズでもともとエイトスっていう超軽量バイクあったと思うんですけど、はいはいはい、そのエイトスの技術を SL7 とこう組み合わせて生まれたのがこの多分ね SL8。 なるほどね。ちょっとエイトスっぽさあるよね。そうなんですよ。エイトスっぽいよね。すごいちょっとね、気になってるんですよね。僕 SL7 乗ってたんで、でエイトスも見たことあるんですよ。どっちかっていうとね、なんかエイトスっぽいな。すごいよね。めっちゃ楽しみですね。はい、でこれ軽さもね、かなり軽くなっていて、フレームセットで 685g、 ワールドツアーの出てるどのバイクよりも軽いっていうのを売りにしてましたね。
そんな軽いバッグ僕乗ったことないんで、それもまた楽しみですね。完成車重量でデュラエースでね 6.6。 うわー、ギリギリ UCI ダメですそんなバイクに今日は乗ってみたいと思います。はい、はい、では行ってきます。いらっしゃいませ。トムズサイクリング、はい、乗ってきました。でね、今回乗ってきた感想を話していきたいと思うんですが、いわゆるね、こうインプレやってますっていう人たちほどの経験ないですので、こう生温かい目で見守ってもらえたらと思います。素人が乗ったらこう感じたよみたいな感じでね、聞いていただければと思います。でね、実際走ってる時もね、録音しながら撮ってたんですが、こうハーハー言ってて聞けたもんじゃなかったので、ちょっと今撮り直しております。でね、今回素直にね、思ったことそのまま話していこうと思いますので、まあ、ちょっと分かりにくいところもあるかもしれないし、まあ、僕の感覚とは違うよみたいなところもあると思うんですが、まあ、聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でまずね、第一印象だったんですが、ちょっとねびっくりしました。っていうのね、めちゃくちゃ空力がよく感じたんですよね。僕が今乗ってるのが、まあ、スペシャライズの SL7 っていうバイクなんですが、まあ、正直 SL7 と SL8 で、まあ、さっき 4W 軽減って言ってましたが、ここでね、正直そこまでのなんか体感できるほどの差がね、僕生まれると思ってなかったので、ちょっとびっくりしました。めちゃくちゃ速いバイクだなと思いました。でね、これ一つ要因なんですが、ホイールですね。ラピーデ CLX2 っていうホイールがこの試乗車には、ついていたんですが、僕そのラピーデっていうホイールを持っていなくて、まあ、アルピニストっていう軽量ホイールを使うことが多いんですよね。はい、でここの差がね、多分めちゃくちゃでかいのかなって思いました。はい、ちょっといきなりね、バイクじゃなくてホイールに関してなんですが、このラピーデ CLX2 がね、めちゃくちゃ速いですね。で僕リムハイト高いホイール苦手な感じがあったので、ちょっとずっとねリムハイト、まあ、40ミリぐらいまでで抑えてたんですが、めちゃくちゃ良かった。なんかすごいかかる感じもあるし、そのガッガッガッって踏み込んだ時にも反応がめちゃくちゃ良くてですね、この SL8 のトータルパッケージでもうめちゃくちゃ相性がいいのか、まあ、ラピーデ CLX2 だけですごいいいホイールなのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、とにかくこのホイールはすげえいいなってこの時感じました。正直下りがね、早すぎていつもと違うので、いつもより伸びるので少し怖いって感じるぐらいの差がありましたね。とにかくラピーデはいいなって思いました。はい、じゃあね、バイクについて喋っていきたいと思います。はい、ちょっとね、いきなりホイールで申し訳ないんですけれども、バイクにもね、第一印象からちょっと思うところたくさんありました。僕今まで、S-WORKS のフレームで言うと SL6、SL5 っていうバイクに、借りて乗ったことがあります。まあ、ちょっとの時間ですけど乗らせていただいたことがあります。で SL7 に関してはこの SL5 と SL6 が僕硬すぎてで、ちょっとねこれは長距離乗れないなと思ったので、 SL7 はね、まあ、スペシャライズドのフレームを選んで乗りました。まあ、もちろんね S-WORKS の SL7 乗りたいなっていう気持ちもあったんですけど、僕にはちょっと硬いかなっていうので、ね、高いかなじゃなくてね、硬いかなっていうので、SL7 のスペシャライズドを選択して乗っておりましたが、 SL8 のね S-WORKS 乗ってちょっと思ったんですけど、これはね乗れると思います。硬すぎないっていうか、むしろマイルドに感じましたね。なんかこうベンジの時は割と、柔らかいっていうわけじゃないんですけど、こうガチガチに硬いっていうよりもどっちかというとこうもそっ、なんかのそっというする感じ、ちょっとフレームがなんかこう受け止めてくれるような感じがあったんですけど、 SL8 もね足に優しい気がします。で足に優しいって、まあ、結局その硬さがマイルドっていうか、まあね、言葉を選ばなければ柔らかいと反応が悪いってことがあるんですが、不思議なのがね、ガッて踏み込むとちゃんとなんか奥に硬さを感じるですよね。まあ、素人が何言ってんだって感じなんですけど、こう踏み込んだ時には反応が良くて、踏み込んだ時は反応が良くてですね、基本走ってる巡航してる時はこうマイルドに感じるっていう、
不思議なバイクでした。なんか僕今まで乗ったことない感じのバイクで、わーすげーいいなーってただただ思ってしまいました。そう、フレームセットで73万円かって考えちゃいましたねはい、今回ね試乗できる時間の中でギリギリ峠に行けそうだったので挑戦してきました。で、何回か登ったことある峠だったので、まあ、過去のタイムと比較できたらなと思って走りに行ってきました。で、SL8、まあ、エイトスの、ね、技術を用いてかなり軽量になったバイクなんですけれども、まあ、実際登ってみてその軽さを感じるかっていうと、うん、登りはね正直 SL7 で登ってる時と、まあ、すごい大きな差は感じなかったですね。体感的な差は感じなくて、まあ、普通に速いなっていう印象で登ってます。それよりも本当にラフィーでホイールこんだけなんだろうディープリムなのに普通に登れるんだなっていうので、またちょっとそこはびっくりしましたね。で、まあ、一生懸命今回登ったんですが、まあ、一生懸命登るとね体感的な差っていうのを感じにくいので、もしかしたらそのSL8 のね良さをちょっと僕が感じきれなかったところがあったかもしれませんが、まあ、そんな感じで登ってきました。で、今回正直ポジションねざっくり出して急いで乗りたかったので、ポジションちょっとざっくり出して乗ったので、正直ちょっとバッチリ合ってなかったなとは思います。ただね、なんと今回この峠のアタックなんですが自己ベストが出ました。はい、機材のね差によるタイムの削減をね目の前で見てしまいましたねベストタイムが出た、まあ、理由が、まあ、その、まあ、ホイールの空力がめちゃくちゃいいっていうところなのか、まあ、フレームの軽量さっていうところなのか、まあ、どちらが理由かっていうのは分からないんですが、まあ、正直結構タイムが縮んでましたね。はい、SL8 なんですが、まあ、下りですね。僕 SL7 になってその下りでね自分の思ったラインにスパッと決まるっていうのがすごい良かったところだったんですけど、 SL8 もですね同様に扱いやすいなって思いましたが、ちょっとラピーデがね空力が薄いてね速くて怖かったですねまず下り怖いなっていう感じをね下ってました。これ慣れが必要だなって思いました。今回 SL8 を試乗させてもらったんですが、僕の周りでもこう SL8 を購入してる人がこう増えてきました。で、まあ、話聞くと、まあ、SL8 乗りやすいよっていう人が多いですね。で、まあ、あそうなんだぐらいで思ってたんですが、実際乗ってみるとねちょっとその乗りやすいっていう意味がちょっと分かった気がします。で、まあ、バイクって、まあ、合う合わないがやっぱりあると思うんですよ。で、まあ、例えばねそのプロ選手が大絶賛してるからって言って、まあ、実際ねホビーで乗ってる人が乗ってみるとどうかっていうと、まあ、硬すぎることもあると思うんですよね。ただ、まあ、今回僕レベルでっていうとあれなんですが、まあ、僕はまあそのプロと比較したらまあね全然パワーもないですし、まあ、持久力もないんですが、まあ、そんな僕レベルでもこう実際乗ってみると、まあ、乗りやすいっていう風に感じてるので、まあ、かなり多くの人がねこのバイク合うんじゃないかなって思います。まあ、軽量さゆえにねかなり上りも速いし、まあ、ホイールセットで合わせれば、まあ、空力もめちゃくちゃいいしっていうので、うーん本当にね隙がないオールラウンドっていうのがねめちゃくちゃ合うようなバイクなのかなっていう風に感じました。まあ何かね僕機材だったりとか、まあ、アイテムレビューするときは必ずね、まあ、気になるところを一つは挙げるようにしているんですが、このターマック SL8 に関しては僕はちょっと今回、まあ、悪いところは見つけられなかったですね。特に気になるところもなく、まあ、今まで自分が乗った自転車の中ではもう本当にあらゆる面でいいなって思うところばかりでした。まあ、もしかしたらねそのたくさんバイク乗られてきた方はこう弱点みたいなところを見つけられるかもしれないですが、まあ、少なくとも僕の素人の感性ではちょっと難しかったです。はい、ここまでね、ターマック SL8 の素人レビューやってまいりましたが、いかがだったでしょうか。個人的にはねもう本当に非の打ちどころがない完成されたバイクというかもう最高だなって思いました。まあただねその SL8 がめちゃくちゃ良くて、その SL7 がまあ劣ってるかっていうと、まあ正直ねその SL7 と SL8 はまあなんか違うバイクっていう感覚で、僕どっちもねすごいいいなって思ったのが本当に素直な気持ちです。まあただねホイールはラピーでいいなって思っちゃいました。はい、ということでねここまで、
聞いてくれた方、まあ、見てくれた方ありがとうございました。次回実はねもう1台乗らせていただいておりますので、もしよければチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、次回もまたバイクのレビューできたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。似合う似合う、どうですか皆さん、ちょっと、まあ、ちょっとあのバイクがちょっとあまりにも高級感があって、ちょっとトミさんがモブキャラっぽく見えちゃうけど無理ってモブキャラって何